共行寺は、大阪二拓市戸田町にある新州大谷派の寺院である。三号は安政山。本尊は阿弥陀如来。寺殿によると、文明八年頃、室町幕府の官僚、細川勝元から与えられた土地に、本願寺第八世保守蓮如が創建したと伝わっており、富田道場と呼ばれ、明王七年には蓮如の八南蓮芸が入り一行胸の北節の、 不況拠点として流星を極めた。この道場を中心に、門徒たちによって、寺内町が形成され発展していたが、天文元年の一行相談圧により、富田道場や寺内町を形成していた門徒の家々は残らず、焼き払われたと伝えられている。その後、天文5年に富田道場は再建を許され、 蓮如がこの寺で、親鸞が表した、浄土真宗の立教改装及び教義に関する根本聖典の、兼浄土真実教行所門類を書き写したことから、後になり、教行寺と称するようになったということである。天正八年に、石山本願寺が、織田信長に破れ石山合戦を終わらせた際、教行寺は富田から一時奈良に避難しており、その寺が、冴田教行寺になり、 そこから、田原本協業寺と、天地を繰り返して、橋尾協業寺になったとされている。那ジオ協業寺は富田協業寺から寺名をもらい、富田協業寺の従事をしていた、蓮芸が、初代従事となり、兼任していたが、蓮芸の死後は、次男喧嘩地が後を継ぎ独立した。ありがとうございます。